こんにちは。美容健康アイチャンネルの柿内愛です。最近は自己免疫を上げましょうってよく言われてますけれども、疲れやすい方や自分の体調に自信がない方、免疫力を上げたいっていう方、ぜひ最後までご覧ください。健康って本当に大切で、体調を崩した時に健康のありがたみって気づいたりするもんなんですよね。私も体を酷使しすぎて体調を壊して大きな手術をしたことがあるんですね。その時に失ったものっていうのはすごい大きかったんですけれども、それ以上に得たものっていうのがすごく大きくて、自分の体を大切にできてなかったんだなってことにその時に気づきました。結局自分の体を大切にすることっていうのが、周りの自分の大切な人たちも大切にすることになるっていうことに気づきました。皆さんがご自身の体を大切にして健康になってほしいので、少しでもお役に立てればと、自己免疫を上げる方法を今日はお話しさせていただきます。4つのことに気をつけたら体がだいぶ変わるので、今からお話をさせていただきます。まず1つは水をこまめに取りましょう。これ病院の内科の先生に聞いたことがあるお話で、内科の先生っていろんな病気の方々が来られてるのに病気がうつらないのは、菌っていうのが入ってきた時にウイルスとか菌とかってまず喉に付着して、でその喉に付着した菌が長くいてると、それが病気とかになったりするらしいんですね。ところがしょっちゅうお水を飲んだりしてると、その菌が流れて体の中に入ります。で私たちの胃酸ってすごい優秀で、あらゆるウイルスとか菌とかを殺してくれるんですね。お水をこまめにとって流し込むっていうことが大事なんです。うがいももちろん大切なんですけれども、できたら お水を飲んで、で体の中に水分が行き渡ると解毒もしてくれるので、毒素が溜まりにくい体になるんですね。なので最低でも1日2リットル以上のお水をこまめにとっていただくっていうことがすごく重要になってきます。続いて2つ目、腸活です。腸活はご自身の腸を健康にしていただくことです。で腸が健康になるにはどうしたらいいかっていうと、毎日毎日の食生活なんですね。で免疫力の7割が腸って言われてるので、腸って本当にすごく大切なんですけれども、腸内フローラ、腸内細菌の研究をされてるお医者さんが言われてるお話によると、食物繊維と大豆と発酵食品、これをできたら同時に摂った方がいいって言われてるんですね。で例えば食物繊維で言ったらキャベツとかごぼうとかお野菜ですね。で大豆はきな粉とかお豆とかお豆腐とかですよね。で発酵食品は納豆とかキムチがとてもすごくいいんです。でそれだけではなくて、できるだけたくさんの栄養をとっていただいた方が、たくさんのいい腸内細菌が増えるんですね。なので毎日毎日の食生活っていうのがすごく重要になってきます。ただそうは言っても、なかなかそんな完璧な食生活が難しいっていう方もいらっしゃるかと思うんですね。例えば私もお仕事をしてるので外食も多いですってなると、やっぱり完璧っていうのが難しいので、そういう方におすすめなのが、私も飲んでる、あの前の YouTube で配信させていただいた、私の孫も大好きな飲む美容サラダの実験っていう YouTube をよかったら見てください。続いて3つ目、お肉の食べ過ぎに気をつけましょう。世界のセレブ層の方々が今すごいヘルシー食に変わって、ビーガンって分かりますかね、あの動物性の食品を一切取らないっていう方々や、あとベジタリアンの方々が増えてるっていう理由が、お肉の取りすぎが腸の環境を悪くしてしまうんです。腸に負担をかけて病気になりやすくなったりとか、どうしても老けやすくなっちゃったりするんですね。で実際私もそうは言っても、昔は肉食だったので、その頃はすごい金属アレルギーとかアトピーとか、原因不明のアレルギーになったりとかで大変だった時期があったんですが、まあ、そのアレルギーも食生活を改善して全部私は改善したんです。お肉ばっかり取ってた頃の私って、今から思えばもう今よりもはるかに老けてました。2015年に WHO も発がん性のある最もレベルの高いものが加工食品のお肉って言ってたんですね。例えばソーセージとかハムとかベーコンとかで、その次に危険度が高いのがお肉って言われてるんですね。
で、だからって言ってお肉をゼロにしろとは言わないです。たまに焼肉とか食べてもいいと思うんですけれども、お肉を食べるときはそれ以上にお野菜も摂っていただきたいんですね。お肉を体の中で分解するのに消化分解酵素っていうのがすごく奪われてしまいます。で、そうすると無駄にエネルギーを使われるっていうことと、腸に負担がかかってしまうので悪玉菌が増えます。で、それとお肉っていうのは酸性食品なので血液がどうしてもドロドロになりやすくなるんですね。で、そうすると血流が悪くなるので体温が低くなったりするんですね。で、そうすると結局低体温になると免疫力も下がってしまいます。そしてそれだけじゃなくて太りやすくもなるので、私すごいヘルシーな食生活してるのに全然痩せないって言われてる方って割と肉食の方々が多かったりします。で、お肉の取りすぎには気をつけていただきたいです。で、続いて4つ目、温活です。体温を上げることですね。体温が一度上がると免疫力が 30% も上がるんです。これってすごいことだと思いません？じゃあどうやって体温を上げるかっていうことなんですけれども、食品ですね、体の中に入れるものっていうのはできるだけ冷たいものはなるべく避けていただいて、例えばご飯食べる時も最初にスープとかお味噌汁とかなるべく温かいものを先に体に入れる。そうすると次にサラダとか冷たいものを取っても一旦体って温まっていくと次に冷たいものが入ってきても下がりにくいんです。で、続いてお風呂はなるべく温まった方がいいです。私は夏でもお風呂ちゃんと温まります。シャワー派の方が最近増えてるので、そういうのも低体温になる原因の一つなんです。めちゃくちゃ汗だくになる入浴剤があるんです。これについては私の YouTube でマグマ岩塩の入浴剤の面白い実験っていう動画があるので、それをよかったら見てください。めちゃくちゃ温まります。続いては適度な運動です。例えばウォーキングとか、電車乗るような距離とかでもなるべく歩いたりとかしてます。適度な運動をするだけで体が温まりやすい体質に変わっていきます。これだけでもかなり体はすごく変わるんですけれども、なかなかその食生活とかに関しては難しいっていう方とかも多いと思うんですね。で、そういう方には私が発売当初からずっと飲んでるセンズっていう、ドラゴンボールのセンズの意味で名付けられた 100% ナチュラルのサプリがあるんですけれども、これがすごくおすすめです。これですね。で、このセンズっていうのは高経典っていう植物の根っこに栄養がすごい凝縮されてるっていうので、ロシアでは宇宙食で使われてたものが主成分です。もう孫がいてるんですけれども、自分の娘が妊娠したって分かった瞬間、このセンズを絶対飲んでって言って飲んでもらってました。それぐらい滋養効果がすごく高いです。で、人間の体の形成にはアミノ酸っていうのがすごい重要で必要なんですけれども、世界に20種類あるアミノ酸のうちの16種類もこのセンズちゃんが取れるんですね。なので私は完璧な食生活ってなかなか難しいので、これをずっと飲んでるのでこんな感じで元気です。で、センズについてその詳しい効果効能っていうのが薬機法が厳しいのでなかなかお伝えしづらいんですけれども、詳しくは先ほど言ってました高経典をインターネットで高経典の効果効能みたいな感じで調べてみてください。本当にすごいことが出てきて、もう本当に私これもうすっごいおすすめなんですね。で、大好きなんですけれども、私自身で言うと私すっごい大食いなんですけれども、その大食いの私がなんで太らないかって言ったら、必ず食前にこのセンズを飲んでるので糖質も全く気にならなくなりました。ご飯いっぱい食べるときは多めに飲んだりとかしてるんですけれども、こんな感じですね。私はね、いつも食前に3粒飲んでます。私はこんなカプセルで、そのカプセルも植物性のカプセル飲んですぐ溶けます。こういう感じで飲んでます。ね、女性ってむくみやすいじゃないですか。むくみ対策にもおすすめなのがこのセンズですね。私はもう本当はダメなんですけど、お酒がすごい好きなんですね。で、お酒もやっぱり無駄に体のエネルギーが消耗されちゃうんですね。
なので本当はお酒は飲まないに越したことないんですけれども、そうは言ってもやっぱお酒好きな方もいらっしゃるかと思うので、お酒を飲んだらお水もそれだけ飲んで解毒した方がいいんですけれども、私はお酒を飲む前にこの先頭も飲んでるので、まあ、次の日も安心なんです。この先頭のお値段はこのお得サイズが一番お得でして、180粒入って9980円です。このボトルタイプは60粒入って3800円です。お買い求めはお取り扱いの美容サロンさんでお買い求めいただけるんですけれども、ただ最近この商品がプレミアがついてフリーマーケットとかですごく高額で販売されてたりとかするので、詳しくはお取り扱いの美容サロン様でお問い合わせください。4つのことに気をつけたら自己免疫が上がって体がだいぶ変わるんですよ。本当に疲れにくい体になるので皆さんぜひお試しください。で、今日お話しさせていただいて4つっていうのが、まず1つはこまめにお水を取りましょう。で、2つ目は腸活をして免疫力を上げましょう。で、3つ目はお肉の摂りすぎには注意してください。で、4つ目は温活、体温を上げると免疫力が上がります。で、免疫力がアップして疲れにくくなると本当にもう老化が全然怖くなくなるんですよ。なので皆さんもぜひ試してみてください。本当に私も大きな手術をしたりとかしてすぐつく思うのが、本当に出会った全ての方々が健康であればなって本当に思うので、皆さんが本当に心身ともに健康でいられることを願ってます。今日のお話が少しでも皆さんのお役に立ててたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。